翌朝、一番に役所に電話をかけた俺は、人生で初めて社会福祉士という職業の女性と話をすることになった。電話をしてからたった2時間、地域包括センターからやってきた高橋さんというその女性は、元気で明るくて弱者の味方でプロ意識の高い女性だった。俺はその勢いに圧倒されてしまった。薄暗くカビ臭い我が家にずかずか入り込んできて、大声で、こんにちは、高橋って言います。ちょっとお台所見せてもらいますね。そう言いながら奥にある台所まで進むと、何やら小さなメモ帳を取り出して書き込んでいる。何してるんですか？俺が怪訝な顔で聞くと、ああどうも、先ほどは息子さんですよね。こんにちは、高橋です。いえね、お台所を見ると生活のすべてが見えるんですよ。なかなかご主人だけでは栄養が足りないケースが多くてね。そう言うとくるりと振り返って親父に向かって、勝井さん、こんにちは、高橋です。はじめまして。もう大丈夫ですよ。よくお一人で頑張られましたね。主治医の先生もこの後お聞きしますけど、茂子さんは記憶がなかなか定まらないんですよね。少しお散歩とかしましょうね。外を歩くと気分が変わりますからね。あ、そうそう、今からケアマネージャーがやってきますからね。もう大丈夫ですよ。本当にお一人でよく頑張られましたね。父は大丈夫という言葉に反応して嬉しそうに何度もうなずいている。彼女は2ヶ月も風呂に母親を入れられなかった父を責めたりはしない。母も無表情ながら少しだけ口角が上がって見える。人は多くの人生を名字で呼ばれ、肩書きで呼ばれ、そして死んでいく。だが介護の世界はどんな利用者でも下の名前で呼ぶのか。親父と母親に人格が戻ってきた気がした。どうも、イオロイです。遅くなりました。高橋さんが帰った後、1時間ほどして玄関で大きな男性の声が聞こえた。なんだ？ケアマネージャーと聞いていたが、明らかにおじさんの声がする。玄関まで行くと、小柄でハゲた青い芋臭いジャージを着たおっさんが立っていた。ああどうも、はじめまして。こちらの担当にお声掛けいただきました、イオロイです。は、イオロイ？はい、500に蔵って書いてイオロイと言います。変わった名字ですね。この辺りの方ですか？私が不思議そうに尋ねると、いえ、父の代にカツオ船団の船員の皆さんと一緒に転居してきました。もともと父は高知県出身で、イオロイって名前は高知県に結構いますよ。父は床屋でしてね、腕が良かったから一緒に勝浦についてきてくれないかってスカウトされたらしいんですよ。いやね、私は勝浦で生まれ育ちましたけどね。イオロイさんはニコニコと笑いながら自己紹介しつつ、目線は家の中を見つめていた。あ、私今年50歳なんです。息子さんおいくつですか？唐突に年を聞かれた俺は面食らいながらも、59ですけど。ああそれでは同じ50代ですね。よろしくお願いしますね。と言って
人懐っこく笑った。いや、まさか五十男がケアマネージャーとしてやってくるとは。だけどなんとなく言いやすそうだ。社会福祉士の高橋さんもそうだけど、弱者相手の仕事の人は相手の懐にすっと入る術を心得ているんだろう。何より相手を怯えさせたり不審がらせてはいけないということか。青いジャージには白い布が縫い付けられていた。その布には大きくひらがなでイオロイと書かれてあり、なんだか俺は笑ってしまった。子供相手の保育士さんみたいですね、と。するとイオロイさんは、そうですか？でも勝司さんと茂子さんは子供じゃないですよ。ちゃんとした大人ですよ、とニコニコと微笑んだ。そんなことは分かっていますよ。ボケばあさんと死にかけのじいさんですから。俺が小憎らしい表情でそう告げると、イオロイさんは突然真顔になって、息子さん、今日からやめましょうね。ご両親に聞こえますよ。わからないと思っているかもしれませんが、悲しみや怒りって伝わるんです。嬉しさや喜びの感情よりも悪感情の方が早いんです、伝わるのが。おいおい、まさかこんなハゲでチビの青い芋ジャージの男に説教されるとは。俺はムッとしてしまった。しかしそこからこの青い芋ジャージ男は猛烈に仕事が早かった。親父にゴミ屋敷から介護保険の手帳やら印鑑やら証明書やらを探し出させて、サクサクとデイサービスの契約を進め、あっという間に母親は翌日デイサービスの体験に行くことになってしまい、何か養老さんデイサービスとか進めて商売臭いですね。あなたが儲かるんじゃないでしょうね。俺は嫌味を口にしてしまった。そうかもしれませんね。茂子さん連れ出したら私に100万円入るかもしれませんね。青い芋ジャージ男はくすっと笑いながらも手作業は止めない。勝井さん、明日9時にお迎えに来ますからね。大丈夫ですよ、車で来ますからね。勝井さんも一緒に乗って行かれて、ぜひデイサービスを見てくださいね。ご心配なさらないでも大丈夫ですからね。青い芋ジャージ男は何度も大丈夫を繰り返す。そうか、オイルということは不安の連続なのか。俺も早期退職が不安で仕方ないことを思い出した。そしてやりきれねえな、年を取るのは、そう心でつぶやいた。その夜、デイサービスに行く前にせめて風呂だけでも入れさせたいと湯を沸かし、親父と一緒に母親を風呂場に運んだけど、見たこともない形相で母親が叫び出した。警察呼ぶぞ、助けて、警察来て。今まで無表情だった母親にこんな激しい感情が残っていたとは驚いた。親父は暗い表情になって、いつもこうなんだよ、どうしてもお母さんを風呂に入れられないんだ、着替えもさせてくれない、何が怖いのか医者もわからない、そうだ、専門が見えているようだと、どうしてもこうなるんだ。お母さんの足の爪を見てみろ、伸び放題だろう、もう何年も切れさせてくれないんだ。俺は目線を母親の足元に落とした。
人間の足の爪とは思えないほど3センチほど伸びきっていた。なんだこれは。すごいだろう。あんなに綺麗好きだったお母さんはもう別人になってしまったんだよ。お前には言わなかったけど、何度も一緒に死のうと思ったんだ。苦しまないように死ぬために太い綱も買ってきた。どこに縛りつけたらいいかももう分かってる。一気にやったらお母さんは苦しまないと思った。実はあると結婚しようとしたんだよ。お母さんを背負って2階に連れて行って、でもね、じっとこっちを見るんだよ。分かってますよと夕目つきでこっちを見たんだよ。できなかったよ。俺は自分だけ死ぬことも許されず。そう言うと親父は肩を震わせて泣いていた。90近い男の涙を思い、一生懸命生きてきて何も悪いこともしていない、ただただ真面目に生きてきて最後はこれかよ、なんだよ人生って、神も仏もいないのかよ。俺は今まで一体何してきたんだろう。その夜は一睡もできなかった。心がざわついて仕方がなかった。あまりに眠れないから古ぼけたアルバムを紐解いていた。俺が生まれた時の写真が貼ってあった。若かりし父親と母親はどれだけ俺を愛しんで育てたんだろう。溶けそうな顔をして俺を抱っこしている親父の写真もあった。俺はここしか出てないから若い学士に使われているんだよ。親父はいつもそう言ってたっけ。だから勝信はちゃんと大学に行けよ。俺は応援しているぞ。そうだ、俺が懸命に勉強に勤しんだのは全部親父の切なさを背負っていたからだ。鮮明に思い出した。俺は何もかも自分の意思で人生を運んだと思い込んでいた。違うじゃないか。親父と母親の愛情の上に成り立っていた人生だったんじゃないかよ。こんなしょうもない俺を世界で一番愛してくれた両親を見殺しにするところだった。なんてこった。翌朝、出かけたくないと渋る母親をなだめすかして青い芋ジャージのイオロイさんがうまいことデイサービス行きの車に乗せてくれた。硬い表情の両親にしきりに話しかける青い芋ジャージ。勝二さんはどんなお仕事だったんですか？何か趣味がありますか？親父は困ったような顔をしながらパチンコと答えた。無趣味の親父は毎日仕事が終わると真っ先に帰宅していたが、たまに俺が部活帰りで遅くなって小走りに家に向かっているとパチンコを打ってる親父を見かけることがあったっけ。いつも家で見たことのない真剣な表情の親父がそこにいて、もしかしたら若い学士の上司に嫌味の一つでも言われていたのかもしれないな。今の俺と同じように遺伝子は裏切らないな。デイサービスに着くと多くのスタッフが駆け寄ってきて、しげ子さんよく来てくれましたねと、キョトンとしている母親はスタッフに手をつないでもらい、なんと車椅子を降りて歩いて室内へと誘われていった。父親もついていったので俺は青い芋ジャージと二人入り口の椅子に座って
雑談をして待つこととなった。困ったな。友達でもないおっさん二人が一体何を話せばいいのか。すると、息子さんはとてもいいお仕事をされてるんですってね。すごいですね。と、ニコニコ顔で話しかけてきた。そして、聞いてもいないのに自分の身の上話を始めたではないか。私ね、親父と同じ床屋だったんですよ。でもね、あんまり上手じゃなかったんです。親父と比べると二代目はダメだねなんてお客さんに言われましてね、ちょっと気にしていたんですよ。でもある時、介護施設に髪カットのボランティアに行かないかって誘われて、どうせ暇だったし行ってみたんですよ。そしたらね、おじいちゃんおばあちゃんたちからものすごい感謝されましてね。綺麗になった、ありがとうって。それで有頂天になって何回もボランティアに行ったんです。そのうちにね、もっとおそばで人様のお役に立ちたいと思い始めて、介護士の資格を取って介護施設に勤め始めたんです。それからケアマネージャーの資格を取って、でもね、ものすごく給料が安いんですよ。だから信じられないと思いますが、私今でも両親と同居してるんですよ。独身でね。ああ、そうなんですね。俺はさして興味がないふりをしていたが、内心はもっと身の上話の続きが聞きたくなっていた。俺の周囲にいないタイプの人生でとても不思議に思えたからだ。そのことを見透かされたのか、青い芋ジャージは続けて話し出した。いやね、一応お付き合いしてた人もいるんですよ。子持ちの外国人です。とっても優しいフィリピンの方でした。ほんの少ししかない貯金も全部はたいて、いろいろ遊びにも行きましたね。連れ子さんも一緒に。でもね、その人結婚してしまいました。いい年して泣きましたよ。なぜ私じゃダメなのか聞いたんです。理由は言ってくれませんでしたね。おそらく給料が安いからでしょうね。40歳の時です。それが最初で最後の恋でしたね。人には意外な歴史があるものだ。青い芋ジャージのくるくる変わる表情を見ていたら、なんとなく俺も自分語りをしたくなってしまった。私はね、今妻子がカナダにおりましてね、お年も男やもめなんですよ。一人暮らしなんです。え？カナダですか？すごいですね。私なんか海外に一回も行ったことないですよ。あ、でも親父のふるさとの高知県には行きましたね。一応海の向こうですよね。それがですね、不思議なんですが、ちょっと勝浦に似てましてね、嬉しくなりましたよ。ああ、同じ海の旅なんだなって、そして思いましたね。この海の向こうは外国なんだなって。勝浦の海の向こうも外国ですよね。なんだか自分が大きくなった気がしたりして。なんだろう、青い芋ジャージ男は嬉しそうに人生を語るな。大した人生でもないのに、何がそんなに楽しいんだろう。デイサービス体験が終わって戻ってきた母親は、風呂にも入れてもらい、髪をセットしてもらい、足の爪も
切ってもらっていた。奇跡のようだ。俺は心底驚愕していた。俺が大手町で生きた世界とは全く接点のないこんな場所に異世界が隠されていたのか。しかもうっすらと化粧してもらっている。母親は無表情のままだったけど、しげこさん、ちょっと見てくださいよ、お綺麗ですよ。青い芋ジャージはジャージのポケットから手鏡を取り出して母親に見せた。本当だ。母親はゆっくりつぶやいて鏡をじっと覗き込んでいた。そして突然、お父さん、私ね、よかったわ、生きてて、と言ったのだ。ぎょっとする親父。瞬時に何かを誘った青い芋ジャージは母親の手を取って、しげこさん、握手しましょう、素敵な人生ですよね、と。母親もなんだかわからないけど青い芋ジャージと握手をしていた。そして小さく笑った気がした。一週間の有給をもらっての滞在だ。無駄な時間は過ごせない。俺は頭にタオルを巻き、汗止めをしながら無心で片付けに勤しんでいた。あんな思い出もこんな思い出も全部埃の下に埋まっていた。何十年も開いていない俺が使っていたタンスもあった。このタンスは役目を終えた俺に似ている。俺も間もなく60だ。あと何年生きられるだろうか。もしエリート人生を歩んでいたとしても、一生は一回きりだ。どんなに虚勢を張ってみても、いつかは終わりが来るんだ。そして親父たちはもっと身近に死を感じて日々を過ごしてきたのだろう。昨日できたことが今日できなくなる恐怖と寂しさをたくさん感じてきたに違いない。そう思うとため息が何度も口をついて出た。弱音に溺れそうな俺は、なぜかそのことを青い芋ジャージに聞いてほしくなっていた。青い芋ジャージに電話すると飛んできてくれた。息子さん、大丈夫ですよ。しげこさんも勝二さんも私一生懸命お世話させてもらいますからね。大丈夫ですよ。何度も何度も大丈夫を繰り返す芋ジャージ。なんだこいつ、いいやつじゃないか。まるで天使が降臨したような気さえしていた。母親は緑内障が悪化して視野狭窄が進み、身体障害者2級と認定されていた。認知の上に目も悪いのか、それとも視野が欠けたから認知になったのか。心が折れる事実ばかりだ。青い芋ジャージの天使は大きなカメラをぶら下げてやってきていた。しげこさん、証明写真が必要なんですよ。障害者手帳のために写真を撮りましょうね。だけど写真を撮りに行けないので、私がここで撮らせてもらおうと思いまして。すみません、何から何まで。父がすまなそうに頭を下げた。するとそれまで静かに一点を見つめていた母親が急に鏡の前に座り、なんと化粧を始めたのだ。認知症状がある母に化粧をする余力があったとは父も
青い芋ジャージも俺も驚いて声が出なかった。ファンデーションというのか下地のようなものを塗りたくった母親はお世辞にも綺麗になったとは言い難かったが、最後に紅を引いた後にこりと笑ったのだ。父の目には涙が浮かんでいた。ああそうだ、母は綺麗好きで、そして誰とも会わない日も化粧を欠かしたことがなかったんだ。なんてこった、俺は母に人間の感情が残っていないと思っていたのに。息子さん、茂子さんお綺麗ですね、素敵ですね、そう思うでしょ。私ね、この仕事やってるとこういう奇跡のような日常にたくさん会えるんです。幸せをお裾分けしてもらえるんです。青い芋ジャージが柔らかい表情でそう語った。母は満足げに写真撮影を終えた。だけど5分後には自分が化粧したことも写真を撮ったことも忘れてしまったが、俺は瞬間瞬間確かに母は生きていることに気づかされた。母にとっては過去はなく未来だけがあるのかもしれない。俺は青い芋ジャージと玄関を出たところで少し立ち話をしていた。息子さん、私のカバンの中に入っているものをお見せしますね。そう言っていつも持ち歩いているという大きなバッグの中身を取り出した。それは喪服であった。私たち介護に携わる者はいつも喪服を持ち歩いています。縁起でもないと思われるでしょう。ですがいつ何時ご利用者様が旅立たれてもご焼香に伺えるようにとの準備なんです。ご家族からされたら不快に思われるかもしれませんね。ですが心よりのお焼香をさせていただいてるんです。実は今日もお一人旅立たれました。俺はその話を聞いて現実に叩き落とされた気がしていた。息子さん、でも私たちもいつか旅立つ日が来るんです。どんな人にもやってきます。私ね、床屋をやっていた時お客さんが気持ちよくお帰りになる時幸せでした。ありがとうねって言われながら帰っていかれるのが嬉しくて。だけど介護の世界は綺麗事じゃないんです。実は認知症が進まれたことに噛みつかれたこともあります。少ない毛をむしられたこともだけど人間は生まれてくるときはおめでとうおめでとうって祝福されるのに、かわいそうにと哀れまれることが多いですね。でも人生生き切って新しい旅立ちだと思えば心からお疲れ様でした、またいつかどこかの世界でお目にかかれますようにってお祈りするんです。ありがとうございましたって。不思議なんですけど棺の中のお顔が笑って見える時があるんですよ。生きていると向かい風も嵐もあってその中を必死で人は翼をはためかせて上昇気流に乗ろうと頑張りますが、お亡くなりになる時はその羽を静かに畳んでまた次の人生のためにお休みされるんだと思います。なんだろう、この青い芋ジャージの言葉は心にゆっくり染み渡っていくな。私には妻も子供もいません。ただのハゲた中年のおっさんです。
何も思っていません。こんな私にありがとうって感謝されても、ご利用者様が本当に喜んでいるのかどうか分かりませんけどね。いや、感謝してますよ、絶対。俺は青い芋ジャージの手を取って握手した。たった一週間の滞在、俺は都心の部屋に帰ってきた。なんとカナダに住む妻から離婚届が送られてきていた。向こうで好きな人ができたらしい。バリバリの金融エリートとか弁護士とか、そういう高収入者なんだろうと思ってたら、意外にも庭師だという。美しい庭園を作るのが仕事の10歳も年下の男で、離婚歴ありで連れ子もいると。妻も老いた。当たり前だが、妻も何かを感じ取ったのかもしれない。慰謝料はいらない、庭師の収入は結構あるからと。ただ一刻も早く別れてほしいと。庭師の名前はスティーブというらしい。文面の端々にスティーブ、スティーブと書かれていた。俺は絶望的な状況なのになぜか笑ってしまった。妻が急に少女みたいに思えたからだ。ふと我に返った俺はかなりやばい状況だと気がついた。59歳の仕事ができない金融マンで、妻に逃げられ、母親はアルツハイマーで。なんだ俺すごいな。ため息と笑いが一緒にやってきた。でもさ、もしかしたら俺軽くなって遠くまで飛んでいけるかもな。誰もいない部屋で隅に向かって独り言を言った。ナレーションは長島俊之が務めました。人生は素晴らしい。